い、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回は右足からスタート、シャッフルステップ、横から持ってくるような感じでシャッフルステップヒールスタート。この時にいつも言ってますけど、ヒールの音ね、ブラッシュとかにね、ボールに比べて小さくならないように気をつけてください。反対までやります。せーの、ワン。そしたらブロードウェイステップ、クラップ、ヒールヒール、ブラッシュヒール、ボールヒール。今回はスイングして使うので、そして今度反対もやるんですけど、反対はちょっと動きをつけたいので、ヒールの部分をスタンプにしたりホップにしたり変えます、ね、ちょっとね、動きが大きくなる、この2つのブロードウェイステップを使います。頭から一緒にやってみましょう。5、6、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、からブロードウェイステップのね、飛んでホップしてます。ここから一歩前にスタンプして、スタンプ、足をかけるようにして、ステップ、ステップで、またスタートで、今度はこれ回る準備、よく使うターンステップですね。スカフ、ボールチェンジ、ステップ、2回回ってます。ワン、ツー、スリー、ここでスポット取って、セイで、次の8でストンプタイムステップのスイングのトリプル、最後ね、乗っちゃっていいです。もう一歩踏み出して、スタンプ、シャッフル、ステップ、ヒール、シャッフル、ステップ、ヒール、スタンプでポーズ。で、またね、ヒール入ってきました。どうしてもね、他のね、シャッフルとかね、ブラッシュ系が強くなっちゃうので、ヒールの音が聞こえにくいので、シャッフルとか、まあ、他のステップもそうですけど、ヒールが混ざって入る場合は、すごく気をつけながら、ちゃんと音が聞こえるように気をつけながら打ってください。3レット目から、1,2,3,4,5,5,6,7,8,1,2,3,4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 ,5,6,7,
6、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、セブン、ワン、ツー、頭から通してやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン。やってみましょう。ファイブ、シックス、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、セブン。2つのブロードウェイステップの
動きを取り入れてます。ヒールの場合は動けないのでその場で、スタンプとかホップが入った場合は動けるので逆に大きく動いてその差を見せるようにしてみましょう。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。右足から5、6、せーの。
先ほど言いましたけど、ね、ブロードウェイステップ、いろんなパターンあります。もちろんリズムをね、スイングする、スイングしない。で今回使ったヒール、ね、アマチュアの場で打つパターンとスタンプにして大きく動くパターン、ね。ぜひね、この機会に試して、自分の引き出しに入れられたらいいなと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。